はい、エイジングサポートの利休です。7月21日エイジングサポートライブの事前告知になります。国際行政書士片平法務系事務所代表の行政書士片平祐介さんにご登壇をいただいて、テーマ外国人のビザ在留資格は俺が取るという非常にこう力強いテーマになっています。多様性社会の担い手が見る未来ということで、多分皆さんの周りにもたくさんの外国人の方が働いていらっしゃる、あるいは生活をしているんじゃないかと思います。私には直接関係ないというふうにも言う時代じゃないと思うんですね。どういう在留資格を持って日本に来られて働いていらっしゃるのか、あるいは介護施設なんかでももうたくさんの方が働きに来ます。相手の置かれている状況、資格が手続きっていうのを知ってですね、その人の立場を理解した上でやらないとトラブルが起きたり、あるいはちょっとした差別をしてしまったりですね、悲しい事故が起きるかもしれません。日本の超高齢社会を一緒に支える外国人の方々と共に暮らす、共に働く社会が訪れる、多様性社会、異文化の方々と日本を作り上げる、そんな時代になったんじゃないかなというふうに思います。その辺の未来の展望をですね、日々業務をされている行政書士ビザ専門業士の片平祐介さんから学びたいと思います。7月21日21時、ぜひご参加をお願いいたします。